23卒の7月からの動き方について、一番見つけなきゃいけないのは自分の見えてないサマーインターン運命をね、いきなり受けるっていうのはちょっと危険かもしれないんで。はい、どうもこんにちは、旬ダイアリー編集部の中島です。今回は曽和さんに23卒の7月からの動き方について聞こうと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。就活で一番最初にするべきことって何なんですかねってことを聞きたいんですけど、僕のおすすめは OBOG 訪問、いろんなものが一気に OBOG 訪問でできるんです。例えば自己分析って自分からやり始めるとワークシートとかにね、いっぱい書いたりとか、で OBOG 訪問の中でも自分の知ってる先輩で社会人1年目とか2年目とかね、そういう人たちに久しぶりに会っていろんなことを聞くとともに、僕に対して何かアドバイスとか何かありませんかとかね、とこれ自己分析と会社選び同時に人の力を使ってやれるわけですよ。できればね、自分のことをちゃんと知ってくれてる OBOG、できればいろんな業界を相手に仕事してるところがいいですよね。会社選びとかまで相談できるんで、そこからスタートするのが早いと。その後はスカウトメディアっていうのが最近あるんですね。リクナビとかマイナビみたいな就職ナビ、皆さん自身が選んで受けるわけなんです。この逆バージョン、パワーボックスとかキミスカとかね、いろいろありますけども、そのところに念入りに自分の情報を載せて書くっていうことをやったらいいんじゃないかな。なるほど。そうするとね、勝手に来るわけです。これもさっきの他人を使って会社研究とかができるとか、俺ってこういう会社に受けるんだって、でそこが結構調べてみたら意外に良さそうだって言ったら受かりやすいわけですよ。確かに。スカウトメディアに登録して向こうから来る人にとりあえず会いまくる。ぜひチヤホヤされてください。最初はスカウトを向こうからしてくるわけですから、志望動機聞かれないし、言う必要もないし、書類選考ももちろんないわけです。面接の訓練になるし、とにかく向こうからやってくる人にまず会っていくっていうね、これが次にやるべきってことですかね。自己分析の方法って結構たくさんあると思うんですよね。何をすればいいですかね。一番見つけなきゃいけないのは自分の見えてない弱みなんですね。弱みって見たくないじゃないですか。だから自分一人でやってると出てこなかったりするんですね。一番いい方法は信頼できる先輩から教えてもらうっていうことなんですよね。キャリアセンターの人でもいいし、何でもいいんですけど、とにかくネガティブな要素、これをまず探す。これを知ってると面接官は安心するんですよね。自分の弱みっていうものをはっきり分かってるってことは、改善しようとするし、努力しようとするし、変わってくれるかもしれない思うわけなんですけど、この人自分の弱み分かってねえなって思うとめちゃ不安です。でもう一個は何かっていうと、第一印象、これを例えば友達に長く付き合ってて自分の意外だったところって何みたいな、そういうのをね、ぜひ聞いてみていただきたいんですね。なんでかというと、意外だった部分っていうのは初対面とはギャップがあるってことじゃないですか。これから皆さんが就職活動で会うほとんどの人は初対面、自分が初対面でこう思われがちなんだけど本当はこうっていうこの情報が分かってると、その誤解を解く行動ができますね。だから最初から言っちゃうんです。私はおとなしく見られがちなんだけど実は活発なんですよとか、というふうに第一印象と違うところっていうのを調べる。二つ目はこれですね。最後にやってほしいのは何かっていうと、全部表裏の言葉を作ってほしいんですね。だから好奇心が旺盛だって自分書くとするじゃないですか。なら好奇心旺盛っていうのを悪く言うと飽き性、同じことも裏返しでしょ。自分の強み弱みっていう風に多分まとめる人多いと思うんですけど、僕は強み弱みって本当はなくて特徴しかないんですよ。ある会社にはこれが強み、ある仕事ではこれが弱みになるだけで、両方言えるようにしておかないとダメです。某日本を代表する大手メーカーさんの採用担当者とこの間話してて、採用基準3つあるのか、そのうちの1つが恩和とかなんです。強みってあんまり思う人多いない。確かにあんまりいないですね、恩和って言われても、ね、でもチームワークがそこの会社は大事で、ガツガツして俺がみたいな人は逆にいらん、そういう会社なんですね。でもすごいいい会社で、だから最後にやってほしいのは、ふわっと集めた自分らしさを表現する言葉で、勝手に強みとか弱みって言ってるものを全部逆に言い換える。人には特徴しかない、強み弱みなんていうのは本当はない。で会社とか仕事によって強みになったり弱みになったりするだけだ。就活サービスが結構多いと思うんですけど、どのサービスを使ったりかと分かってないと思うんですよね、はいはい、基本まずメガ就職ナビは登録しといた方がいいですね。はいはいはい。メガサイトにしか載せてないっていう会社も
あるし、あとはスカウトメディア、これもオファーボックスとかミスカーとか、まずはそれぐらいでいいと思いますけどね。人材紹介もありますよね。本当に分からないと、友達も先輩もいないと、相談乗ってくれる大人っていうのはいませんみたいな感じだったら人材紹介やってもいいと思うんですけど、人材紹介企業側からすると使うのって後半戦なんですよね。ナビとかスカウトでやってきて足りないなら人手を使って探してもらって紹介っていうので、後半戦になってくると紹介も登録してもいいと思うし、もっと言うと後半戦になると大企業がどんどん消えていって中小企業ばっかりなわけですよ。そうすると知らんところばっかりなんですよ。知らんところばっかりになったりするとスカウトが来ても広告見てもどこも行きたいと思えないわけですよ。当たり前ですよね。知らないから行きたいと思う。そういう時って人がいろいろ、いやこの会社は知らないと思うけどめっちゃすごいんやねって言っていただくと、どっと行ってみようかなっていうことになるんですね。中華サービスに登録して企業とか業界の情報収集をすると思うんですけど、どういうやり方が一番いいとかってあったりしますか？一つは日経とか東洋経済とかから出てる業界本みたいなのあるじゃないですか、手元には置いといてパラパラ眺めてみるとかね、あるいは中華サービスやっているところで業界の研究のコーナーがあるんですよ。あれビヤーと見てたらいいんですよ。もうそれで十分です。中華長期だったら財務諸表を見ろみたいな話もあるんですけど、それはプラスです。絶対プラスなんですけど、学校の勉強もありますからね。財務諸表が読めないから取らないなっていう会社は聞いたことないですね。採用基準ってね、結局、後で教えられるものなんて、今持ってなくていいっていう、そういうスタンスなんですよ、日本の企業は。だから、変わらないものって言うんですよ。変わらないものっていうのは、その人の性格とか能力とか、根深いその思考価値観みたいなんですね。だから、知識なんか一番後で身につくものなんで、そんなことに時間使うんだったら自己分析とか。自分の性格とか能力をうまく話せるようにやっておいた方がいいと思うけど、サマーインターネットが ES で落ちてしまってこの先の本選考が不安という学生が多分多いと思うんですけど、そういう時ってどう対策すればいいんですかね？正直言うとですね、サマーインターンの運命をね、いきなり準備あんまりなく受けるっていうのはちょっと危険かもしれなくて、というのは基本的にインターンと本選考が連動してないということに一応建前になってですけど、他にもいっぱい真っさらな候補者がいるわけですよね。その時に同じように、ね、機会を与えるかというと機会を与えない場合もあると思うんですよね。全然関係ない場合ももちろんありますからね、だから僕がこう言ったからってじゃあもう受けないでおこうなんて思わないでほしいんですけど、あったらもう仕方ないですから次できることとしては準備不足だなって思ってるんだったら本命とかあんまり受けないのがいいですよね。しかも本命のところで人気企業は多いでしょうから、そうするとインターンシップの倍率も高いわけですよね、本選考よりも少人数しか取らない場合も多いし、企業の採用戦略としてインターンシップではちょっと尖った優秀層を取ろうみたいな感じでむしろ狭き門だったりとかして、本選考の方が広き門だったりする場合だってあるわけですよね。だから余計に受かりにくいんですっていうので、本命企業の周辺企業って例えば業界順位がその本命企業よりも低くて、まあ、人気がそれほどなくてインターンシップも入りやすそうだという話があるところに行ってみるとか、なんなら広告業界だったら例えば30人ぐらいの広告制作会社とか面白い企業もいっぱいあって、そういう企業でも電通さんとか合同さんとか付き合ってて、そこの企業とのやり取りから電通さんとか合同さんとか ADK さんのイメージが分かるっていうところもあるわけですね。そっちの方行ってた方が面白かったりするんですよね。だから僕は本選考超不安みたいな感じで思うぐらいだったら確実にいけると、本命のところの周辺領域のところから本命を見るというか、そういうインターンをやった方がいいと思います。ただこれは物の続きで、インターンシップで合格して入ることができたらものすごく触れ合える、そしたらこの人本選考にもぜひ来てほしいと、本選考に来たら井の一番で泣いてらっしゃいみたいなね感じでめっちゃスピーディーに本選考やってくれる可能性もあるわけですから、本命をね受けるっていうのも一つの選択肢としては全然十分あるんですよ、サマーインターン行ったけど結局第一志望になりそうなとこがないっていう人も多分多いと思うんですけど、うん、そういう時どうすればいいんですかね？それは別にねただ一つの経験だと思えばいいだけの話で、サマーインターン行ったっていう人はそれを面接で言うと何を感じたのか、仕事に対する姿勢はどう変化したのか、変化の質問から学習能力を見抜こうとする質問が絶対プラスです。それに対しての対応を考えとけばいいだけで、逆に今言ったことを準備しとかないと落とし穴で、せっかくサマーインターン行ってでも第一志望になりそうなところがないからってことで
振り返りもせず、うん、何学んだのかなって急に聞かれてね、面白くなかったんであんまり学んだことはなりませんでしたっていうと、あ、この人は学習能力ない人、人事の常識なんですけど、好業績を上げるイケてる人っていうのはどんなことからでも学ぶ力がある。だから、ね、そのインターンがつまんなかったかもしれないし、自分は全然希望しないところだったから身も入らなかったかもしれない、そういう時でも何か掴んで帰ってくる人がイケてる人だっていう印象があるんです、うん、興味ないことをどんだけ楽しめるかがハイパフォーマンの特性なんです。あ、みんなこれ逆に思ってて、好きなこと頑張ってることをいろいろ面接とかイエスとか書くんですけど、好きなこと頑張るのは当たり前、好きなこと頑張れたら仕事でも頑張れるのかって言ったらそんなことないわけですよ。例えば一番わかりやすいのはディズニーランドさんね、年パス持ってて年間100回行ってますみたいな人とかたまに来るんですよね。どんだけ私はこうのめり込む力があるかみたいな感じで言うんですけども、そこで人事は何を考えるかって言ったら、すごいのはあなたというよりはディズニーすごいなって思うんですよ。あなたをそんだけ動かしたディズニーってすごいなって思うわけで、なんら自分のアピールになってないわけですね。今回は大学3年生23卒の7月からの動き方についてっていう動画を撮らせていただいたんですけども、就活生は何回も見直して勉強していってほしいなと思います、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。